ごきんよう、オリピーです。皆さん、植物をめでてますか？今日の動画はこちら、大好きな植物を増やしたいの動画です。植物が大好きな方、大好きな植物を増やしたいと思っている方、挿し木や挿し芽で植物を増やしたいと思っている方、そんな方はね、ぜひ最後までご覧ください。挿し木の成功のねポイントをぜひお話ししていきます。お家の植物を増やしたいと思って挿し木や挿し芽をチャレンジした方いらっしゃると思います。家庭にあるあるものをね使うと挿し芽や挿し木の成功率がアップします。挿し木や挿し芽をするときに結構ねメネデール使っている方がいらっしゃると思います。オリピーもねこれ使ってました。実はもう今は使ってありません。なので家庭にあるねあるものを使って今日は挿し木挿し芽をしたいと思います。それがねこちらになります。桜印の蜂蜜です。あの桜印じゃなくても大丈夫です。時々ねあの砂糖とか入ってるのがあるんですけど、そういうものはねちょっと効果がね低くなります。純度 100% の蜂蜜です。この蜂蜜を使うことによって挿し木挿し芽の成功率がアップします。どうして蜂蜜を使うと挿し木や挿し芽のね成功率がアップするかというと、蜂蜜にはね抗菌と発根作用があります。蜂蜜は抗菌性能に優れているため、古代のねエジプトミイラ作りの防腐剤として使われていました。蜂蜜は優れた抗菌性能を持っているので細菌や微生物の繁殖を抑えてくれます。蜂蜜には糖分も多く含まれます。植物のエネルギーになるので発根のね促進になります。蜂蜜は抗菌と発酵作用のあるとてもね優れた材料になります。植物を挿し木挿し芽するときに一番問題になるのは雑菌の繁殖です。挿し芽挿し木は枝を切って、その切り口をね、まあ、赤玉土やあの鹿沼土に挿します。その切り口からね雑菌が入りやすくなります。今から蜂蜜を使った挿し木挿し芽のやり方をね実演にてやっていきます。それではオリピーキッチンです。はい、これ蜂蜜でもね、これ底に固まってます。多分こんな感じになってると思いますね。ほらカチカチ、はいカチカチ。まずねこのねカチカチの蜂蜜をねちょっとね溶かしていきます。じゃあね、はい、まずはねちょっとお湯沸かします。ちょっとお湯で温めて蜂蜜をね溶かしていこうと思います。溶かした方がね、まあ、使いやすいですのでね、まずはいお湯の中にドボーンと入れます。これでね蜂蜜溶かしていきます。最後まで見てもらうと挿し木挿し芽のね管理のちょっとね裏技をねお教えしますので、ぜひね最後までご覧ください。これでね蜂蜜がこうちょっと柔らかくなって、まあ溶けてきて使いやすくなりますね。はい、トロトロになりました。挿し木挿し芽をするときに皆さんね一旦水にこう挿すというかつけると思うんですが、そのね水の中に蜂蜜を混ぜてあげます。
蜂蜜を混ぜた水の方が抗菌と発根作用があるので刺し木刺し芽の成功率がねアップします。じゃあまずはね水250ml を鍋の中にねこう注いでください。だいたいねこれ 50ml のペットボトルになるのでだいたいね半分ぐらいですね、こちら半分ぐらいを入れてあげます。お水を温めていきます。温めた方が蜂蜜が混ざりやすくなります。はい、先ほどちょっと溶かしたね蜂蜜です。この方がね扱いやすくなるのでちょっとねトロトロして扱いやすくなります。蜂蜜を大さじ1杯水に混ぜていきます。はい、溶かしたので扱いやすいです。オリピー調べでは沸騰したお湯に蜂蜜を混ぜても抗菌作用はねそんなに変わらないようです。もし気になる方は、40度ぐらいのお湯で蜂蜜を混ぜてください。最近はね蜂蜜もねやっぱりね高い、物価高、もう何でも高い。なのでまあねご自宅の冷蔵庫にねある方だけこれやってください。もうない方はね水で頑張ってください。それでもね成功しますのでね水だけでも成功率がアップしたいっていうことだったら蜂蜜家にあれば使ってください。これで蜂蜜がねしっかり混ざったのでこのね蜂蜜水を常温に戻していきます。もうこのねあのガラスのカップにコップですかねここに入れてしまいます。はい、これでね常温に戻していきます。じゃあ今日ね増やすのはさっきもね動画でねちょっとね出てきてたこのねアナベルですね、これをちょっとね増やしていこうと思います。はい、今アナベルねこれ咲いてます。もう2年目のアナベルですね。去年はねちょっとね咲かなかったんですけど今年咲いてくれました。じゃあこの枝をこれね根元からねもう切っちゃいますね。これここですね、ちょっと見にくいかもしれないですけどここね花咲いてないのでこれねちょっと切ってあげます、根元から。はい、じゃあ1本ね切りました。あとねもう1本切ります。もう一本、はい、この根元からね、これもちょっと太めの枝、これも花咲いてないですね。これね、今ね2本切りました。こちらを刺し木刺し芽していきます。はい、オリピーの蜂蜜水です。発根促進剤になります。抗菌入りです。蜂蜜入れればね抗菌になりますけど。じゃあ先ほどアナベルを切ったのでこちらですね。こちらを挿し木していきます。アジサイはねこのね節のとこから根が出てくるのでこのね根のところを挿してあげます。なのでここをねまずこう斜めにカット、そしたらね反対側もカットですね。断面積を多くしてあげます。でもう一回節が来てそのね間で切ってあげてください。はい、あとね葉っぱは半分、3分の2ぐらいですね、半分から3分の2ぐらい切ってあげてください。この蜂蜜水に2時間ほどつけておきます。じゃあねまた続いてサシを作っていきますよ。ここのね節のところから根が出てくるのでまずねこれ葉っぱも取ってあげます。切り方はね断面図が多くなるように、断面が多くなるように斜めで切ってあげてください。はい、じゃあ葉っぱは半分から3分の2カットしてあげます。はい、そしたらね蜂蜜水発根促進剤の中にこれ入れてあげます。これをねもうずっと続けてやってください。はい、切る、断面を増やしますね。斜めカット、葉っぱをまずねここの根が出る部分はね葉っぱを落としてください。上の葉っぱは半分から3分の2カットで大丈夫です。
アジサイね、もう一つはこれ素敵ですね、コンペイトウです。こちらもねちょっとね増やしたいと思います。これね刺し穂はね作り方はさっきと一緒ですね。この節のところから根が出るので、まずねこれ斜めに切ってあげて葉っぱを落とします。その上のさらに上のねこの節真ん中で切ってあげます。葉っぱは半分から3分の2をカットですね。はい、これでね刺し穂完成ですね。じゃあもう一個ね作りますね。これね花はねこれカットしてあげてください。上の花ねカット、はい、そして下のねこれ葉っぱいらないですね。ここの節から根が出ます。じゃあ斜めのカットで、もう上ね上の葉っぱは半分から3分の1カットですね。はい、刺し穂完成します。じゃあこれでね2時間ほどつけておきます。はい、2時間経ちました。じゃあこちらを刺し穂をね、こちら鹿沼土ですね、これスリット鉢ですね、ダイソーの100均のねスリット鉢です。ここに、まあ、オリピアねこの菜箸でちょっと穴を開けて、このね刺し穂アナベルを刺してあげます。穴を開けた方がねこの先の方がこう曲がったりですね、こう折れたりしないようになります。なんでねちょっとね割り箸とかこういう菜箸で穴を開けてあげてからこう刺してあげるといいですね。はい、どんどんねこれ刺していきますよ。これどんどん刺していきます。はい、こんな感じですね。このね節のとこをね埋めてください。このね節のところから根が生えてきます。じゃあねこれどんどんねまた刺していきますね。はい、じゃあこれねいいですね。じゃあアナベルとねさっきのねコンペイトウ全部ね刺しました。このね蜂蜜水ねちょっと残っているので、少しねかけて、あの鹿沼土にかけてあげてください。抗菌発根促進に、ね、なります。じゃあねあとね管理の方法、これね裏技ですね。このね受け皿に少し水をね張ってもらって、これでね日陰でね管理してあげてください。結構ね水をねあげ忘れたりして、このね土がね乾いて、あの刺し木刺し目がをこう失敗してしまう場合があります。こうすることによって、あのね水をかけ忘れた時でもちょっとね水がね残ってくれるので、かなりね成功率が上がります。一応ねこれ深さはね1センチぐらいが一番いいと思います。こんな感じですね。今回の動画良かったかなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。オリピーでした。